合鍵が欲しいな、こっそり合鍵作っちゃおう。あ、これ多分そのまま拾ったらバレちゃうから、一旦なんか持ち物、あ、いいのあるやん、ハンカチかぶせればいいんかな。これ一旦このハンカチ上にかぶせて、おー、鍵取れるね、いい感じいい感じ。この彼氏さんはもうそのまま帰ると。あー、なるほどね、これで合鍵そのうちに作って、一旦、あ、やっぱりここに返すんやね。なるほど、これでいつでも家に入れるってこと。あー、最悪なちいかわ言語出ちゃった。待って、これもしかしてベッドの下にいるっていう定番。あー、一旦これ宿借り代としてお掃除してから寝るか。何？なった？何？大丈夫これ？あ、もしかして女からの電話？大丈夫これ？お兄さんの命危ない。なんともない電話やったらしい。え、これでクリア？もしかして。さすがにこれは犯罪ですよ、お姉さん。出て行ったからお掃除タイムってこと？今から。あー、カレピッピの残り顔嗅いでいる。女って怖い。うおー、なんかカレピッピが寝かけてる。これはチャンスだ。隣に座りたい。とりあえずおじさんの帽子で反射してる。いいぞいいぞ、そのままのかすんだ。え、ゆずここに座るために、とりあえずでも眩しいからもう一回かぶせとこう。で、お隣に座りたいからここぴょん。おーおー、来た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 。うおー、成功。ナイスクリアです。まずい、カレピッピがお家に帰ってきてしまった。隠れないと。外行ったら寒いし、クローゼットの中は絶対にバレるから、なんか別のとこ探さないと。ハサミ？床にハサミは危ないよ。いや、でもこれで選択肢の幅が広がる。カーテン切るわけにはいかんしな。あ、ぬいぐるみぬいぐるみ、これ切れん？あ、いけです、いけそういけそういけそう。チョキ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 。え、これ綿でん？え、綿どこに捨てたんこれ。え、中入るん？これ絶対バレるやろ、さすがに良くなくない？あれ、いきにさ、お布団の中入ってたぬいぐるみが外に出てることに違和感持たん？そのまま成功しちゃうんですか？このカレピッピ大丈夫？ほんまに遅刻遅刻するために計算してるんや、この子。靴紐ほどけてるから、これとりあえずくくってあげないとな。絶対これさ、猫が妨害する王道展開やんな。お家帰らんって思ったら会いたいんやけど。これ何？あ、チーズ？あ、もしかしてこれチーズの粉ってこと？これ置いたら何が出てくんの？あ、ネズミか。これで猫のかせるから、あと信号だけ。信号これボタンなくない？どこどこどこ、落ちてる？あ、落ちてる。ボタンこれはめるってこと？はまるんこれ？あ、はまった。青になった。スタート。遅刻遅刻。おー、どーん。でもこっから声が発展するわけでもなく、普通に去ってくっていう。あ、これで幸せなんや。秘密ミッション、重大任務こなそう。スマホのロックを解除したいんかな。多分ポスターがスマホのロック画面やから、これあれやんね、ブラックライトってやつ。こんなあからさまにスマホのロック画面メモってるやつおる？普通もはやストーカーされてることを知っててめっちゃ楽しんでない？このカレピッピ。はい、 GPS 入れれた。まずい、カレピッピ帰ってきた。隠れないと。どこに隠れるこれ？あ、ベッドの下とかどう？スマホ元の位置に置いて、はい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 、どう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 。あ、まっつい、これ大丈夫？キャー、めっちゃ近いぞ。おーおーおーおお。あ、あ、バレんのこれ。まあ、これでいつでもカレピッピの居場所はわかりますよってこと？ドキドキ肝試し。とりあえずお札悪霊退散しとくか。これ何？猫？あ、猫や。あ、振り向いた。塩？ガチ困惑しちゃった。なんで持ってきてんねん。あ、ここに1枚あんな。これ何？取れる。あ、取れた。悪霊退散だ。これ塩やんな。ここに持っとくか。ザババババババ。振りかけただけで森塩が作れる。どうせこんなんかに悪霊退散あるやろ。あ、アイテムが進化するの初めてじゃない？ほんでこれを持たせるってことか。どうなるこれ。あ、なるほど、先回りね。あれ、後ろから来たぞ。あ、え、誰その女って、そういうこと？あ、幽霊やったんや。お兄さん、あなたすごいストーカー後ろにつけてるね。ストーカー力で人の命救ってやがる。まずい、カレピンピがチンピラに絡まれてる。助けないと。ジム入ったら一瞬で強くなるとかないかな。あ、開くだけなんや。ラーメン屋さん回転させてどうすんの？ジム帰りにラーメン食べる人に助けを求めるとか、そういうやつ？ポチ。あれ、全然なんかそんなことない。ラーメン食べそうやで。ラーメン食べるためにジム通ってんのか。ジム通いの人のカバンからなんか取れん？あ、取れる取れる。これをチンピラに投げろ。あれ、あ、なんか筋トレし始めた。ムキムキになった。え、そんな展開？これから助けるってこと？ストーカーのはずがもうさ、カレピッピの前に余裕で出てるやん。もはやストーカーじゃなくて友達じゃん、こんな。手押し相撲勝ってる勝ってる。ナイスや。おーおーおー、チンピラ逃走。ストーカーとは。
この明らか割ってくださいみたいな壺割ったら、何これ木、あ、このミイラ開けて戦えってこと、とりあえず木持たせないと。ちょっと待って、あれ、ミイラちょっと待ってって言ったら包帯渡してくれた。ふんどしのミイラか、すごいな。木に包帯ってことは松明とかあるってこと、隣にあるんかな。あ、あるあるある、火つけて松明ゲット。この骨とかもゲットできる。あ、できるよ。まあ一旦ね、松明セットしてね。あ、なんか出てきた、これお宝か。え、この骨何に使うん、え爆発し大丈夫。あ、なんやっけこの神様の名前、これもしかしてさ、骨でワンちゃんと遊べってこと。よし、遊べ、遊ぶぞワンちゃん。よしよしよし、これ投げてほしい人、投げてほしい人。おお、逃げろ、今のうちに逃げるんだ。このボタンは何だったんだ。一緒のエレベーターに乗るぞ。ちなみにいい子は真似しちゃいけません。今なんか一瞬お金見えた、椅子の上にあったんやけど、どうやって取るんやろ。あ、あ、あ、いけそういけそう、100円ゲッチュー。今あんまりオール100円の自販機見んくない。これはもしかして一瞬でパワーアップするあれ。カレピッピまだいるかな。まだいる、大丈夫。これ飲んで一気に駆け込み、飲んだぞ。どうなるどうなるどうなる、お、パワーアップした、滑り込みセーフ。もしかして一緒のマンション住んでんの。そんなドタバタして尾行してるって言うん、それテレビの人がいるからバレるかもしれないってことね。急いでカフェに買いに行ってますよっていう感じにする。え、でもこれ手に持つわけじゃなさそうやもんな。何があるんや。あ、なんか明らか怪しい人がいる。帽子取れんな。あ、わかった、この人にコーヒー持たせるんじゃない。コーヒー渡してもう一回帽子外してみる。あれ取れんな。おばあちゃん手伝わせてみる。あれ、あ、わかった、これ持たせて両手開けさせた状態で帽子外すんや。外れろ、お前の正体はなんだ。ぷい、あれ、後ろのポスターと同じ人や。テレビの人を有名人に寄せつけて自分は堂々と尾行しますよってことね。これに気づかないカレピッピ相当じゃない。カレピッピがめっちゃ写真撮ってほしそうにしてる。自撮り棒ゲットしたけど、これさないよな、持たせて一緒に撮ろうって感じじゃないもんな。待って、右上のカメラいつもと違う。あ、これで撮るんか。スタッフとしてカレピッピの写真撮って合法的に写真を手に入れますよってことね。コミケで写真撮るオタクぐらい下から撮るやん。これチェキみたいな感じ、もしかして一眼っぽいチェキあるんや今。そんな赤ぐらい部屋ある。カレピッピが携帯落とした。え、待って、これもしかして外から行くってこと。明らか触ってくださいみたいな洗濯物、あ、落ちた。タオルで何するん。スマホ巻いてここに投げるってわけでもなさそうやもんな。あ、もしかして水漏れここで止めるってこと。ここでこっから登るんや。ちょっと待って、明らか通報されそうな。めっちゃ登り慣れてるし、こっから入って窓を開けれるん。これ鍵開いてんの。開いてる。机の上に携帯置いてあげるの優しいな。カレピッピこのストーカーちゃんにめっちゃ助けられてるやん。お、シンデレラや。あれ、シンデレラって意図的に靴を落とさんくない。王子様と出会わせてあげるために彼女ちゃんに魔法をかけてあげよう。魔女から拝借したこの杖でね、魔法をかけちゃうんでね。魔法なんて簡単やからな。ほらほらほら、今時誰でもお姫様になれるんやから。で、シンデレラさんは帰る時間ってことで、お帰りください、すいません。ほら急がないと見つかるよ。で、彼女さん今のうちに靴をすり替えるんだ。顔でバレるかもしれんけど、別にそれはまあしょうがないから、まあチャンスは与えましたんでね。この彼女ちゃんならなんとかするやろ。顔でバレへんもんなんかな、こういうの。足が臭そうやから別の靴下履いてほしい。これじゃちっちゃいかな。あ、無理そうやな。男の人で靴下履いてる人、お、おるおるおる。この靴下を履かせよう。てかここ一人分空いてるんよな、席。後から誰か来たりするんかな。あ、もしかして伏線回収、開けたら後からの人来るんかな。あ、これじゃない、この人が手前じゃなくて奥のイケメンの隣、座った座った座った。これで先に進めますよって。最終難関、カレピッピの隣の女をどうやってのかすか。隣の男に話しかけたりせんかな。ラブドリンクは良くないな。ヘルシーサラダ、これモテることしか考えてない女やったらサラダ取り分けに行くんじゃないん。今のうちだ、座るんだ。いや、もう普通やったらめっちゃびっくりするけどな。これもう慣れてますよってか。カレピッピと遊園地デートに来た。明らか左上のとこ開きそうなんやけど、開かんな、これ鍵か。店員さん、鍵ゲットしたからとりあえずここ開けてポンプみたいな回すんか。これ、え、これ水止まるんじゃん。あ、彼女ちゃんのところだけ水が強いんや。これでメイクが余分に落ちる心配がなくなったから、あとは他の原因を吊るしたらいいんやね。まあとりあえずこのタオルを外してもらって。明らかゲボ吐きそうな人おるけど、あ、髪の毛が後ろの人に迷惑になるからくくろうな。クリック総当たり戦しても他何もなさそうや。
やもんね。大丈夫かな、スタートするか。ポチッとな、瞬発進行。いつの間にストーカーから彼女の位置まで上がったんや。真ん中二人死んでるな。いい写真撮れてよし。カネピーピーまた幽霊に疲れとる。一旦明らか撮ってくださいって言われてる仕様と、明らか開けてくださいって言われてるクローゼットと、あとこのドアの裏とか、やばい、思ったとこ全部にある。でも耳栓つけてどうするんか全然わからん。一旦お守り使ってみる。神の力くらえ。いやダメだ、このお守り金運守りやった。待って、今気づいたんやけど隣の部屋行けるんや。まあ一旦さっきゲットしたもん全部集めて、多分耳栓つけるのは間違ってないんよね。隣の部屋何かあるんやろ。お札がある。カーテンの裏掃除機あるんやけど、テーブル周り物触れるけど何もなさそうやね。やばい、めっちゃ部屋荒らしちゃった。掃除機使うから耳栓やったんや。なるほどね。帰りに森塩でも作っといてあげるか。待って、なんかいきなり弾丸論破始まったんやけど、カレピッピが捕まってるから助けろっていうことね。ずっと気になってた、なんでここにバットがあるんだ。テレビ壊すとか。え、違う、この名簿的なやつ。あ、鍵出てきた。待って、これあそこから行けるんじゃないか。これあの下のところバットあったとこから鍵持たせてどうにかなるってわけじゃない。あ、バットも持つ。一つじゃないんや、持てるもんって。ドアの裏で待ち伏せしてその間に出るってことか。賢い。鍵ここで使うんだ。これでカレピッピを助けて一緒に外に逃げようってことね。彼女ちゃんが強すぎるんよマジで。彼女ちゃんと結婚した方がいいよ。カレピッピこの夢の国のウサギさんめっちゃ好きじゃない。ウサギさんと写真撮りたいんやろな。水とポスター撮れそうやな。水入れるんかなこれ。水これ、おい、この水ウサギにあげそうじゃない。これポスターをこの人に教えるんかな。時間もう過ぎてますよ。子供たちがもう待っております。ヒーローは遅れて登場するってやつや。ウサギさんのぬいぐるみを奪えば彼女ちゃんが彼氏と写真撮れるんや。ってことは頭だけじゃダメやから体、あ、水か、水あげればいい。え、これ紙コップの水あげるんかな。ロッカーとかなんかないんかな、おじさんの持ち物。あ、なんかスーツ出てきた。なんもなさそうやな。水やるか。これでおじさんが脱いだやつを着せるんかな。今のうちにおじさんの着ぐるみを着て写真を撮るんだ。おじさんの汗臭しそう。びっくりサプライズ。多分これこの後ろのやつ取ると思うよな。悪いんかな。あ、これだ、包丁取れた。これでこの風船割って玄関で待っとくとかかな。多分持たせればいいと思う。いけ、玄関いけ。誕生日おめでとう。あれ、え、待って、どういうこと。え、ちょっと待って、しかもこれでカレピにバレたんじゃない。彼女ちゃんどこに隠れた。え、待って、どういうこと。まだ付き合ってない、まだストーカー。吊り橋で吊り橋効果狙おうとしてる。石橋は叩いて渡れって言うよな。割ってやったとこ飛び越えるんだ。あ、あ、あ、ちょっと待って。さすがにちょっと下見てあるかん？いや、わかった。吊り橋効果ってことは揺らすんやな。後ろの人を進ませて、揺らして、キャッ、ドンみたいな感じ。ちょっと待って、思ってたんと違う。彼女ちゃんがイケ迷惑なんやけど。彼氏くんがトゥクンしてるやん。これもしかして付き合うか？ついにストーカー脱却。ついにデートまでこぎつけたぞ。ストーカーを続けて何日経ったんか知らんけど。付き合ってくださいって言ってくれてる。なるほど、これ落ち着けっていうことね。一旦このカレピッピの使用済みハンカチ使うか、コーヒー飲むかで迷うな。どっちが先とかあるんかな。いいや、まずはとりあえずコーヒーから飲ますか。目の前に本人おるのに使用済みハンカチ持ってきてるってどういうこと。いや、まあまあまあ、いいよいいよ、とりあえずこれ吸ったらいいんじゃない。これで落ち着いたか。やばい、これカレピッピに呆れられるぞ。いや、これは変顔で場を和ませようとしている。いやー、長かったなストーカー人生。結婚まで末永くよろしくお願いしますってことで、ハッピーエンド、おめでとう。白髪になっても、ってことは結婚してる。いやー、おばあちゃんになってもストーカーしてるんだ。猫に嫉妬してるおばあちゃん可愛いな。一旦猫ジャージ持って、猫ちゃんこっちですよ、よしよしよし。お、気づいた。で、絶対猫だけじゃなくておじいちゃんのカレピピの方も気づいてる。おい、行っちゃったぞ、追いかけろ。近所のおばさんの世間話にすら嫉妬してる。ここまで来るともはや微笑ましいんよな。ほら、おばさん、半額があるぞ、急げ。お、追いかけろ、まっちゃんのカレピピ。あー、巻かれてる。どうせ後ろからバーってしてくる。ハッピーエンド、お幸せに。